はいどうも、今日も元気にマトレやっていきましょう。チャンプルです。もう一回水目化やっていこう。まあ基本ね、何使ってもあれなんでね、乗り物系はみんな一緒なんで、まあ見た目で決める感じかな。まあどれ使いたいか、このねスキン気分次第によってスキンを変えるぐらいで、まあ別にこれ、このピポサルね、どれ選んでも、乗る、なんていうの、水メカは一緒の性能なんで。チャルはね、誘導性能が強いから、厄介なね、キャラだから、最初にやっていきたいよね。で、縦やら横やらに逃げていかないと殺されるんで。で、リロード取りてえわ。やばい、ちょっとリロードさせて。あぶね、切り返した。やばい、ガード押しちゃったけど、ガードないんだよな、このゲーム。リズメか。あー、外れたわ。まだまだ。チャルはね、別に攻撃力が高いわけじゃないから、誘導性能が高いだけで。めっちゃ追ってくるな、これ。やばい、下にいるわ。危ない。やったわ、一人。やべ、囲まれてる。右にもいる。オッケー、弾幕でなんとか合流していきたい。やべ、あのマグナム撃たれる前にやりたい。オッケー、やったわ。リロードしたいな。あ、やったわ。オッケー、終了。危ないね、本当に。これやってるとマジで、そうなんていうの、スプラトゥーンとか、パブ G とかのね、TPS 系のね、ゲームをやってるぐらいの緊張感があるから。たまにはいいな。見る分にはいいと思うけど、やってる人からするとマジでこれ、やばい、緊張感が。で、横にね、逃げていく。水目か、横に逃げろ。で、横が無理だったら縦に逃げろだから。基本は L1 を使わずに横移動をするのがコツ。こうやって。そうすることによって、全然当たんないから。で、これは縦に逃げる。あまりにも近いときはね、こうやって、縦移動で逃げた方がいい。背後を取られないね、立ち回りの、できる方がいいんだけどね。リロードしたいわ、弾がないから。OK。こっちに、正面にいるわ。これは縦移動で逃げて、今左下にいるわ。左下っていうか上にいる今。あと3人まだ誰も脱落してない。とりあえず今正面2人と右に1人いるから、それやっていきたい。お、チャルが2人やられていって、あとは夏美がもうちょいだ。オッケー。もうノーダメじゃね？やったね。さっきより危なげがない戦いだから、よかった。ね、
ピポサルが厄介かもな。攻撃力高いから。水メカの攻撃力。一番厄介かもしれない。チャルと夏美はただあれだからね、攻撃力とか高いわけじゃないからさ。夏美だったら、スピードが速くて、で、チャルだったら誘導性能が高いぐらい。そう。このゲームさ、水メカにも誘導性能っていうのがあって、それでね、弾のね、当たりやすさとかが変わるわけよ。リロードしては。だから、誘導性能を取るか、攻撃力を取るか。だから、個人的には攻撃力をね、重視した方がいいから、ピポサルとかカケルが強いと思う。自分、あんま水メカやんないけど、一応こういう風に立ち回ればいいかなっていうのをやってるだけだから。OK。あとは距離を取って。OK。一人やったわ。リロードしてんな、そろそろ。もうちょい、あとローだ。OK。これやったわ。さあ、あとは夏美を打てば優勝だ。お、外れたか。OK。もうダメだわ。やったね。勝った。水めか楽しいな、意外と。ではね、ご視聴ありがとうございました。